皆さんこんにちは。皆さんは平山千佳選手をご存知でしょうか。平山千佳選手は香川県を拠点に活躍するボートレーサーです。デビュー当初から怪物と呼ばれるほど類まれなセンスを見せ、デビュー1期目で B 1級に昇格した強者です。ボートレーサー界では10年20年に1人の逸材と呼ばれています。今回はそんな平山千佳選手について深掘りしてみたいと思います。まずは平山千佳選手のプロフィールや経歴についてご紹介します。平山千佳さんは1985年7月13日生まれ、香川県の出身です。登録機は98機で、同期には鶴本隆文選手や松田裕樹選手、是澤孝彦選手などが在籍しています。身長は156センチメートル、体重46キログラムです。香川支部に所属しており、ホームの水面は丸亀競艇場となるため、現在も香川県で活動を続けています。平山千佳選手がボートレーサーを目指したきっかけは、父親からボートレーサーはどうかと言われたからだそうです。高校3年生の時に就職に悩んでいた平山千佳選手、そんな時に父親から勧められボートレーサーへの道を歩み出したといいます。もともとバスケットボールに取り組んでいたそうで、3年間で3回も全国大会に出場する実力者でした。運動神経は当時から良かったようです。今これほどまでに活躍しているのを見ると、ボートレーサーになって良かったとも言えるのではないでしょうか。父親から勧められてボートレーサーを目指した平山千佳選手、現在でも素晴らしい活躍をされていますが、師匠や弟子はいるのでしょうか。調査したところ、師匠は同じ香川支部に所属する福田正和選手だといいます。福田正和選手は過去に G1 で3回優勝を経験したことがあるボートレーサーです。2018年以降は目立った成績は残していませんが、素晴らしいボートレーサーの一人と言えるでしょう。また平山千佳選手は中村桃香選手を弟子として取っています。中村桃香選手は平山千佳選手と同じ香川支部に所属するボートレーサーです。2014年5月に丸亀競艇でデビューしています。 G1 優勝や SG にも出走したことがあり、まだまだこれから活躍が期待される選手と言えるでしょう。ファンからはさぬきのピーチ姫という愛称で親しまれています。平山千佳選手がトップボートレーサーになるまでの道のりはどんなものだったのでしょうか。養成所時代から順を追ってみたいと思います。女性ボートレーサーの中でも特に活躍している平山千佳選手、そんな平山千佳選手の山と養成所時代の成績はどうだったのでしょうか。養成所時代はリーグ戦勝率 6.42、 準優出5回、優出4回の成績を収めています。また卒業記念競争に出走し、見事2着に入選していました。養成所時代からその類まれなセンスを輝かせていたようです。山と養成所時代から素晴らしい活躍を遂げていた平山千佳選手、ボートレーサーとしてのデビューや初勝利、初優勝はいつだったのでしょうか。2006年5月19日に丸亀競艇場で開催された一般戦でボートレーサーとしてデビューしました。結果は5着とデビュー戦では結果は残せませんでした。しかし同月21日には2コースから見事な差しを決め、初勝利を飾っています。その後も順調に勝利を重ねた平山千佳選手は、2008年5月25日に地元丸亀競艇で行われた一般戦にて初優勝を飾りました。そして2009年の最優秀新人選手に選ばれました。デビューしてからというもの、今の活躍を見るとさすがと言わざるを得ない活躍を遂げていたようです。女性競艇選手を代表する選手の一人、平山千佳選手の賞金や年収について気になる方も多いのではないでしょうか。そこで過去5年の獲得賞金から平均年収を算出してみました。獲得賞金額からここ5年間の平均年収は2,157,8,333円ということが分かりました。賞金ランキングを見ると、ここ最近の最高ランキングは3位となっています。ここ数年は安定して上位に組み込んできているのが分かります。2017年1月以降は3級だったため獲得賞金が下がっているようです。生涯獲得賞金について詳しい情報は見つかりませんでしたが、おそらく2、3億円以上は稼いでいるのではないでしょうか。
ちなみに2022年10月時点の平山千佳選手の獲得金額は3159万7533円で、賞金ランキングは6位であり、これからも一般戦に出走予定なので、今後の動向に注目しましょう。競艇場以外ではどのように過ごしているのでしょうか。調べてみたところ、平山千佳選手は結婚しています。お相手は同じ香川支部に所属するボートレーサーの福田正和選手です。どこかで聞いたことがある名前だと思った方も多いはずです。福田正和選手は平山千佳選手の師匠であり旦那さんなのです。先に交際がスタートしていて、その中でレース運びやモーターの整備などを教えてもらっていたとのことです。あまりに自然な流れだったので、福田正和選手は平山千佳選手のことを弟子とは思っていなかったのかもしれません。ちなみに2人の年の差は16歳です。2008年に結婚していますが、当時平山千佳選手は23歳です。若くして結婚しているので、相当な決意があったのがよくわかります。2017年9月には第一子の男の子が生まれ、2018年12月には女の子が生まれているそうです。子供たちのためにも夫婦力を合わせて頑張ってほしいと思います。2022年でデビュー17年目を迎えた平山千佳選手、女子選手の頂点に立つだけでなく、男子が相手でも臆することのない走りをすることで大活躍しています。平山千佳選手の成し遂げた4つの快挙について見ていきましょう。1つ目は圧巻の11連勝で完全 V、 女子戦であれば完全優勝もそう遠くはないと言われていた中、その瞬間は2010年の地元丸亀で訪れました。初日の2走をいずれも4角から攻め切って連勝で発進したのです。その後もコースを問わない自在な立ち回りで白星を重ねました。そして自身初となるシリーズ無傷の11連勝完全 V を達成したのです。2つ目は男女混合 G1 制覇です。平山千佳選手が競艇界のトップクラスであることを証明したレースです。男女混合の G1 優勝は山川美幸選手に続く2人目です。グレード制度導入前も含めた周年記念の優勝となれば、1955年の登坂貴美子さん以来56年ぶりとなる快挙でした。3つ目は女子ナンバー1ティアラ戴冠です。1月に近松賞優勝で賞金を大きく上積みした平山千佳選手は、11月末時点の女子賞金ランキング1位でクイーンズクライマックスに進出しました。デビューした頃から女子でナンバーワンになることが目標だった。優勝できてよかった。優勝後のインタビューではこのように話しており、1月の快挙に始まったこの年を最後は賞金女王という形で締めくくる結果になったのです。4つ目は5度目の正直で悲願達成です。2013年に女子レーサーの頂点に立ちました。ただ平山千佳選手にはどうしても取りたいタイトルがありました。女子戦では長い歴史を持つタイトル、レディースチャンピオンです。これまで4度優出しながら1着に届いていませんでした。結果1着でゴールし、悲願だった女王の座をその手に収めました。ファンだけでなく仲間たちからも背中を押されて掴んだ優勝は、日高逸子選手に続く2人目の真冬 G1 女王となりました。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。